アブラハム・アブラム・グラントは、イスラエル・ペタクチクバ出身のサッカー指導者。1972年、18歳の時に地元クラブの、ハポエル・ペタ・ハティクバ FC のユースチームコーチとして指導歴をはじめ、1986年にトップチームの監督に昇格し、カップ戦優勝などをもたらした。1991年には、 同じイスラエルのマッカビテルアビブ FC 監督となり、1995年までの4シーズンでイスラエルプレミアリーグで2度優勝した。その後もイスラエルのクラブで指揮を取り、2000年から監督となったマッカビハイファ FC では、同リーグに連覇を達成した。国内での実績を買われ、2002年にイスラエル代表の監督に就任し、 UEFA 欧州選手権2004予選と 2006FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選で指揮を取ったが、いずれもグループ内で3位となり、双方で本大会出場を逃した。ただし、W 杯予選ではヨーロッパ予選のグループ4を10試合で4勝6分と無敗で終え、1位で本大会出場を決めたフランスとは勝ち点2差、2位で、 プレーオフに回った後に本大会に出場したスイスとは同化地点で並び 1970FIFA ワールドカップ以来の W 杯本大会出場に近づいた。グラントはロシア語に堪能でイングランドプレミアリーグのチェルシー FC のオーナーであり、自らもユダヤ系であるロマン・アブラモビッチと親しかったことから2007年にチェルシーのフットボールディレクターに就任。 同年の9月20日に、ジョゼモーリーニョ監督が辞任したことにより、チェルシーの監督に就任。イングランドでの知名度は低かった上、就任当初はマンチェスターユナイテッドに0から2で、敗戦するなど波に乗れなかったが、その後の UEFA チャンピオンズリーグでのバレンシア、CF 戦で逆転勝利するなど徐々に復調。マンユーとの優勝争いにも、最後まで絡み、 UEFA チャンピオンズリーグにおいても、クラブ史上初となる決勝進出を成し遂げたが、プレミアリーグでは最終節で万有に及ばず、同チームとの直接対決となったチャンピオンズリーグ決勝でも延長、PK 戦の末に敗れ、どちらもタイトル獲得はならなかった。二つの国内カップ戦も連覇を果たせず、四期ぶりに無冠となり、 プレイスタイルもクラブ首脳の評価を得られなかったため、契約を3年以上残し辞任した。2009年10月初め、ポーツマス FC のテクニカルディレクターに就いた。クラブが最下位に低迷して、ポールハート監督が解任されたことから、11月26日にポーツマスの監督に就任した。だが、経営難による勝ち点剥奪もあり降格、グラントもシーズン終了後に辞任した。 リーグ残留は果たせなかったが、FA カップでは、準優勝を達成。これがポーツマスへの置き見上げとなった。2010年7月、ウエストハムユナイテッド FC の監督に4年契約で、就任。ジャンフランコゾラーの指揮で、かろうじて残留圏内の17位に終わった前、シーズンからのチーム強化が期待されたが、カップ戦での検討はあったもののプレミアリーグでは、苦戦し、 2011年5月15日のウィーガンアスレティック FC 戦に敗れてリーグ戦を1試合残してのフットボールチャンピオンシップ降格が決定した日にグラントは監督を解任された。2012年1月セルビアスーペルリーガのパルチザンベオグラード監督に就任。リーグ優勝を達成したもののシーズン終了後に辞任した。その後、 テロサーサナでのテクニカルディレクター職を経て、2014年11月27日にガーナ代表監督に就任。契約期間は2年間。就任後すぐに行われたアフリカネーションズカップ2015では、全評判は高くなかったが、グループリーグを首位で通過。決勝ではコートジボワール代表に PK 戦の末、敗れたが、準優勝に導いた。 2017年2月、アフリカネーションズカップ2017で4位に入ったことを最後にガーナ代表監督を辞任したアブラム・グラント。ありがとうございます。